そうな。うまい。それつけると足りなしになるの。そう。二回つけないとね、もう一回やらないとダメだ。あ、そうなの。な。足りなしブドウはこれで足りなしを作ってんさ。ちっこいつぼみみたいなうちにつけて。あのこの間のあのリンゴ園のさ、一つが美味しくなくなっちゃって小さいのがプチプチになる感じなので、ね、それだと美味しいリンゴにならないんですよ。なるほどね。で枝も折れちゃうし。そうね。あれじゃあ次の一日かかるわけだ。かなりだと半年にならないかな。ああ。このブドウは品種は何？ああ、うん、うちにもね、鉢植えであるよ。面白いけどね、みんなボートで来る人もみんな編み出してさ、作ってんじゃん。うわ、ね、でマリアさんなんか冬になるとあれ釣りに行くんだろ、5匹ぐらいは。場所が2、3匹釣りに、あそこ穴がほいほいあちこちに開いてるもんね、やっぱりそうなんだ。あれ回遊魚だから、だって待ってないと、回遊してくるの待ってないと釣れないじゃん、その場所を当てるのがまず。あ、でも魚探持ったんじゃなかったっけ、マレーさん。あ、そうだ。でも赤黄色いのが氷だと、手こぎでこうやってもさ、十分掘れるじゃん。